あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、ということで今回も始めていきましょう。んで、なんだ今回は。あ、あいつに話しかければよいのね。早速何か作ってくれてる。あゆなよ、改めて聞くが、ここの建物は本当にお主が作ったのだな。そうだって言ってるじゃないか。ということはお主には人間が失ったものを作る力があることになる。お主はまさかメルキド力に書かれた創造の力を持つ伝説の存在、ビルダーなのか。ビルダーなのかと言われても、いやいや、こんなとぼけた顔のものをそう簡単に信じるわけにはいかん。どんだけとぼけた顔してんの私。そうだ、あゆなよ、遠く離れた場所から我が輩を連れてここに戻るのは大変であったろう。メルキド力によれば、岩山に住む魔物、キメラが持つ羽が数枚あれば、移動がとてつもなく便利になる特別な道具が作れるという。お、キメラの翼だね。そなたが誠のビルダーなら、キメラの羽で道具を作り、我が輩に見せてくれ。あなたの力なら、素材を手に入れることで、新しい道具の作り方もひらめくかもしれません。キメラは、岩山のふもとにいるはずです。コンパスで居場所を探し、依頼された道具を作るのです。コンパスに目的地が表示された。なるほど。ってことは、どうだアイナ、キメラの羽から特別な道具は作れそうか。お主が誠のビルダーならば、キメラの羽で道具を作り、我が輩に見せてくれ。わかってるよ。わかっているというのに。キメラは今のあなたには強力な魔物です。コンボを作って装備していくと良いでしょう。コンパスの Q マークを目印にキメラを見つけ、手に入れた素材から彼が望む道具を作るのです。オッケー。コンボ、コンボ。これか。太い枝、太い枝が2本いる。太い枝が2本？え、棍棒ってあれ？枝でできてたっけ？そんなちゃちい感じだっけ？ね。太、あ、この辺だ。この辺のもついでに取っとくか。よいしょ。ね。お腹が減った時用。これでしょ、太い枝。よいしょ。ここにいっぱいある。こういう時にまとめておかないと。ねえ、いちいち取りに来ることになるから。えい。この切り替えがすごく苦手なんだが。よし、これで、コンボを作って、コンボか。作って、はい、一個作った。コンボは装備袋に入った。装備、装備。今、ヒノキの棒装備するわけやね。これで。あれ？これ両方装備できたよ。え、なに？二刀流ですか？いや、一本しか持ってないけどな。どういうことだ？まあ、いいか。とりあえず、じゃあ、キメラを探しに行こうじゃないか。うん。うわ、びっくりした。一瞬入った。拠点に。とりあえず、こっちの方向を向いていって。いやー。こう、角度調整とかが。何今の。間違えた。何かしら使ってしまったね。あ、方向が全然違う。こっちか。こっちの方向だ。あ、この岩山に行くってことかな。なんか、見えるよね。お、この辺もなんか、何かしら色々と素材が取れる感じの。ねえ、こういうのやっぱり取っていかんと。ドラキー、ドラキー。なんかドラキーからはさ、独特の素材みたいなのは取れんのかな。なんかさっきからさ、身しか取れんのやけど。何かに気づかれた。あれ、こっち上がれないの？なになに？キメラじゃん。キメラいるよ。あれ？ Q マークのとこまで。お、初めてキメラの羽を手に入れた。キメラの翼をひらめいた。空を飛ぶキメラの羽を束ねたもの。拠点までワープする。イエーイ。この辺いっぱいいるんだけど。あれ、別に Q の場所まで行かなくていいってことかな。
え、なにこれ。なんでもないのか。まあ、いいってことかな。だって全然場所違うもん。はっはっは。何枚いるんやろ、これ。危ないよ。炎吐いちゃう。でもこれ以上遅くなったら。ほらほら、なんか遠吠えが聞こえてきだしたよ。危ない危ない。あれだね、キメラはこっちに向かってくるんだね。スライムとかは結構逃げていく感じだったけど。レベルとか攻撃力とかの問題かな、やっぱり。こいつなら大丈夫だーみたいな感じでキメラが寄ってくるんだ、きっと。あ、ちょっと体力危ないっぽい。やばいね、傷薬とか買っとけばよかったかな。日が完全に沈んでしまう前に帰ろう。というか、ここはどこですか。あ、ほらほらほら、危ないよ危ないよ。あれか、拠点。意外と近いんだな、拠点って。あ、これって自然回復もする感じ？あ、ねえ、ちょっとちょっと。ん？ねえってば。え、私の寝床がない。あ、そっか、なるほど。人数分なかったらダメなのか。なるほどね。まあ、とりあえずキメラの翼作るよ。キメラの翼を3個作った。イェーイ。わらベッド。わらベッド、もう一個作っとこっか。まあ、さっきの帰り道にでも、取っとけばよかったね。よいしょ。もしかしてあれ？この、こういうさ、素材？素材ってさ、一回取ったらその場所になくなるとかそういうこと？だって最初の頃もっとあった気がしたんだけど、拠点のすぐ近くに。どんどんなくなっていきよるよね。ってことは多分あれなんだな。作ったらなくなるんだ。作ったらじゃない。取ったらなくなるんだ。おいしょ。上から入ろうとするやつ。わらベッドー。わらベッドを1個作った。ってことで、このベッドを使うんじゃない。このベッドを、敷こうか。へい。え、場所違くね？もっと奥だわ。てか、私超騒がしいけど大丈夫？よし、もう一回。こ、どの辺なの？この。こ、何？普通に話すボタン出てるんだけど。よし、これで。寝れないの？私。あ、寝れる。見知らぬ大人三人で、川の字になって寝るっていう。そして私が一番先に起きる。お、みんな起きたね。できたよ。おー、これはまさしく、メルキドロクに記されたキメラの翼。アユナ、お主は誠に創造の力を持つ、伝説のビルダーなのだな。そうだよ、多分。光が失われ、世界が闇に閉ざされてから、人々は何年も何年も待ち続けていたのだ。いつの日か、大地の精霊ルピスによって、世界を再建するビルダーが使わされるだろうと。キメラの羽という新しい素材を手に入れたことで、新しい道具の作り方をひらめきましたね。町人との会話や、新しい素材を手に入れることで、新しいものの作り方をひらめくことがあるはずです。あたりをよく観察して、見たことのない素材は、とにかく一度手に入れてみると良いでしょう。あゆなよ、我が輩がお主と共に成し遂げたいことは二つある。一つは、強固な城塞に守られた、かつての大都市、メルキドの華麗なる復活。そしてもう一つは、メルキドの町が、なぜ滅びたか、その原因を探ることだ。なぜ滅びたか、勇者が選択を誤ったからだ。かつてのメルキドは、固い城壁に囲まれていただけでなく、城壁、城塞だわ。巨大なゴーレムが、町の守り神として存在していたはず。そんな、鉄壁の守りを誇った町が、一体なぜ、跡形もなく滅びたのか。我が輩はメルキドの民の末裔として、その事実をどうしても知りたいのだ。我らの進む道は、
メルキドロクと、お主の力が導いてくれるであろう。アユナ、改めてよろしくな。ふふふふ。わーはははは。クエストコンプリート。太い枝4個。イェイ。よし、ということで、はい、今回はこの辺で終わっておこうと思います。よし、終わっておこうと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。さっきからね、私の顔にあのびっくりマークがすごい被ってたんだけど。